ってくれたら嬉しいじゃん。僕らのファンってことですか？あのファンっていうか、あの見始めて、あのほら、いつから見始めたんですか？そうですね、あのとあるそれはとある夫婦の山本夫妻か。そう、そっちか。そう、そっからそっから見始めて。アイラちゃんじゃないんや。そうなんですよ。その後にアイラちゃんとかのことを知っ、アイラちゃんとかまなみちゃんのことを知って、でそっからずっと見てて、はい、山本夫妻のファンなんですか？いや全然、あのまあぶっちゃけ言うと、はい、最初あそこに行ってたんですけど、最初行ってて途中からモデレーターになってくれと言われて、はい、なったんですね、はい、なった瞬間にあそこの、アンチの人からすごいガーッて叩かれて、はい、で自分は精神疾患持ってるんですけど、精神疾患持ってる、はい、今の高層、総合型交通障害と多動障害っていうのを持ってるんですけど、はい、でそれで精神的にちょっとやられてしまって、はい、でちょっともうやめたってこと、まあ、精神に落ちちゃって、でもう最新見れなくなっちゃって、はい、で、一旦ちょっと外してくださいと頼んで、はい、でそれからもう僕もちょっとあの夫妻に対して、なんかちょっとアンチ的な感じになっちゃって、はいはい、で、あの人たちが知ってる人たちが、はい、あの配信を始めるという感じになって、はい、でそれでそこに行った瞬間に配信のやり方がわからないと、はい、でその時に山本さんの名前出さなかったんですけど、はい、その時にあの暴言吐いたり、はい、そういうことはやめた方がいいですよって言った瞬間に山本さんが僕に対して、はい、あこいつ僕の俺のストーカーですよとか、こいつすごい精神異常者だからあの、はい、気にしないでくださいみたいなことを、はい、バーって言われて、でそこからもうちょっと嫌いになったりとか。でたまたまそこで僕、はい、クジャクダンを見ててって感じですか？そうですね。結構見てるんですか？結構あのちょいちょいは見てます、ね、ちょいちょいかい、はい、すいません、ちょいちょいかい、あの荒引き台に出るって話も聞いてたんで。あ、じゃあもう1月ぐらいから、はい、たまに吉田さんが、はい、田中さんが、あの吉田さんが喋ってる時に、あのまだ喋ってる最中に田中チャンスって、ね、あの入ってまだ喋っとるやないかっていうとこも見たりとか、あれが結構楽しくて結構見てて。見んのやめてもらっていいですか？え、なんでですか？気持ち悪い。何してる人なの？あ、僕ですか？障害者。あの僕障害で抱えてるんで、うん、あの多分田中さんわかると思うんですけど、はい、あの生活自体は生活保護とそこの作業所の、ある意味お小遣い程度というかコーチングをもらって生活してる感じです。障害者の施設は、うん、要は結局連絡とか取り合うと、ほらあのお互いのトラブルになるから、そうトラブルになるし、精神的にあと恋愛とかもしちゃうと、例えばなんか振られたりとかそういったのあると、やっぱりどっちかが精神的におかしくなるんですか。そうするとあれなんで、うちは恋愛禁止、連絡交換禁止、とかそういったルールが。AKB やんけ。え、じゃあ今彼女もいないんですか？あ、いないですね。童貞でしょ。そうですね。あ、うん、それで直そうとしてる施設なんですか？そうですね。ことは B 型通称の作業、あのそういう就労支援 B 型作業所っていうんですけど、うん、まあそこで自分 の, あの、まあ、障害と向き合って、で、まあ、あのそれで自分が実際に大丈夫だなと思ったら、まあ、そこにそっからあの、まあ、面接を受けに行って、で作業し、あの、まあ、仕事しに行って週何回かで働いて、で、まあ、週何日はこの作業所に通って、で、まあ、その仕事になれたらあのアパートを借りて、でまた一人もそこをあの、まあ、な卒業という形で、まあ、一人立ち。アイラとかと一緒でしょ？アイラとかマナミとかとまたちゃうんすか？あいつらもなんかそういう訓練所みたいな行って。ああそうですね、まあ、それで A 型と B 型ってあるんですけど、はい、A 型っていうのはもう本当にもうあの程度、いや、A 型っていうのはもう本当に仕事がもうそこに通ってて、そこに通って仕事に行きながらをあのやるのが A 型なんですね。で自分らが言ってるのは B 型って言って、 B 型はあのもうその自分の障害と向き合っていって、で社会に出れるように直していくっていうところで、それが可能だったら今度 A 型に移って。 A 型に行けへんの？そうですね、めちゃくちゃまともに喋れてるやん。それがあの普段はこうなんですけど、うん、だけどあの精神が良くない時、鬱の時ガーって言われたりとか、うん、そうなった時って自分の精神がブレちゃうんですよ、うん、どうなんの？もう本当自分の場合は怒りの感情に、うん、なると本当に
自分の理性が、うん、まあ、例えば変な話、喧嘩とか、まあ、暴力じゃないけど、あるじゃないですか。そっちに行くってこと？で、そうなると、理性が抑えられてる部分は止められるんですけど、うんうん、理性を失っちゃうと、もうやりすぎちゃって、例えば、まあ、殺してしまうとか。あそこまでいかないですけど、目の前で血だらけに倒れてて、パッて我に返るんですよ。誰がやったのって。自分がやってるのにそれを忘れちゃうんです。そんなにひどいの？ひどい。切れたら。そうです。で、今度逆に、マイナス面になると、今はもう安定剤とか飲んでるんで、そういったことは。そこまでならへんけど。昔は、もう本当に、もう嫌なことあったら、もう、まあ今でいうオーバードーズ、大量服薬っていう形で、もう、それで、もう自分自身を気絶させて、で、それで、パッて気づいて、ああ、で、あとか、あとあと、あ、まあ薬飲む前と、やった後は、分かるんですけど、もうその間のことが、記憶が全部飛んじゃってるんで。切れて誰かめちゃくちゃ殴ったことあんの今まで。あ、昔一回あって、それで。その人はもう亡くなった。いや、その人はもう普通に、まあ、ただ単に普通に怪我して、病院送りになって、病院で入院して、まあ普通に退院しましたけど。それちなみになんで切れたの？その殴るぐらい。まあなんか、まあ馬鹿にされたっていうか、もう障害者みたいな。あ、そう、その時はもう僕まだ障害、僕は障害って聞いたのが30過ぎなんですよ。そういうことか。なるほど。全然障害者だっていう自分自身が気づいてなかった。あ、じゃあそれまで生まれ、気づかず過ごしてきたの。そうなんです、そうなんです。はぁ。で、それで30過ぎに。じゃあ10年ぐらい気づいて。まあそうですね。はい、あ。それで初めて、その生活保護を受けて、ちょっと、そういうちょっと障害みたいなのあるかもしれないから、受けてみようかと。手帳持ってたら、そういう風に安心だからって言って、それで受けに行ったのがきっかけで、で、そしたら、行ったら、なんか、障害し、そういう病気精神障害があるという。はぁ、なんで自分、そういう精神病かなって思ったの？まあ、なんか、自分のせ、あ、なんか、生活保護を受けて、それで、なんか、そういうところ、例えば作業所とかに通うのに、何かしら、こう、理由がないと、あれだから、ちょっと病院行って、まあ、なんで生活保護を受けるの？まあ、25ぐらいに、自分自身が、ちょっとまあ、いろいろ、まあ、生い立ち話すと、ちょっと長くなるんで。すごいや。そうなんですよ。ちょっと走りますけど、16で、まあ、僕、中卒なんですよ。中卒で、働き始めて、いろいろ仕事コロコロ変えて、最終的にラーメン屋で住み着いたんですけど、そこで、ちょっとそこで人間関係が悪くなって、で、ちょっと、そこ飛び出したんですね。飛び出したら、ちょっとまあ、食べられないじゃないですか。食べられないから、ちょっと悪いことして、で、まあ、ちょっと、親が引き取ってくれればよかったんですけど、引き取んないから、ちょっとそういう施設に入ったんですね。悪いことしてってことは、じゃあ逮捕歴あるとか、施設っていうのは、はい、そうです。で、16の頃に、2年間ちょっとそういう、怖い。施設に行って、で、30過ぎて、また結局それで仕事ができなくて、で、また悪いことして。その悪いことっていうのはもう言えないやつですか？はい、まあ、簡単に言うとこれですね。え？これですね。これって。え、言っちゃっていいんですか？ YouTube の。いいです。使わないかもしれない。ああ、万引きです。万引きで、そう、あ、常習ってことですか？そうですね。で、それで結局、その場の食べ物を、パクってたんが、それは16の頃で、後々売ったりするようなちょっと金目のものをパクってたんが、それが30代の頃です。16の頃は生活ができないからやむを得ずその食べ物とかをやったんですけど、16でその親に見捨てられてたってこと？あ、もう親とはもう正直、16、僕が小学校の6年生から児童相談所に入れられたんです。で、それまで親と一緒になったんですけど、小学校4年で親が離婚して、親父の方についてったら、小学6年で児童相談所に移動させられて、で、そこからまた養護施設に移動させられて、中学3年からそこで暮らしたんですね。で、中学3年そこで暮らして、で、その後に、自立支援センターみたいな感じのところに16から行きまして、で、そこからいろいろ仕事するんですけど。兄弟はおらんの？兄弟もいるんですけど、みんなもバラバラになっちゃってて、で、僕の下に実の弟と妹がいるんですけど、弟妹が生まれて、弟が1歳、で、妹が8ヶ月ぐらいの時に養子に出されちゃって、で、これだけ育てんの？その両親は。で、僕はもう、そうですね、僕を、まあ、で、実は、
父親が3人、実は父親が3人いるんですよ。僕をこのようにすごい家やな、なんか僕をこのように残した親父が、1人と、で僕が本当に父親と思ってた親父が1人と、で僕が養子に出されたんですね。で養子に出されて、そこの時の養父が3人目の親父。お母さんは一緒ですか？お母さん全部一緒です。で、お母さんと再会できたのが、僕が16でそこの施設に入った時に、親父に手紙書いても帰ってこなくて、なんかどっかからのつてで母親がそれを知って、で、僕の誕生日の前の日に、まあ、面会したいと。で、それで、まあ、面会しようとなって、そこから母親とやり取りやって、20歳の時に出てきた時に、母親と一緒に住むようになってっていう感じです。3人とも親父は生きてるんですか？3人とも親父は一応、まあ、初代は分かんないんですけど。ああ、もう連絡取れてない。もう全然3人とも連絡取れてない。母親とは連絡取ってるんですか？母親とも連絡取ってます。で、今も万引きしてるんですよ。いやいやいや、やってないです。全くやってないです。やってないから今作業所に通ってるんです。もし何かしたらもう作業場クビっすか？あ、もう一発でそういう悪さとかしたらもうクビっす。へえ。うちの店だから、アルコールとかも禁止なんで。お酒も飲んだらあかんの？ダメです。ほら、例えばお酒、薬、みんな薬飲むじゃないですか、携帯とか、はいはい、で、薬飲んでて、お酒飲んじゃうと、欲しくなっちゃうから、だからお酒は一切禁止っていう。趣味とかあるんですか、今？趣味はそうですね、まあ、カラオケとか、人からとか。何歌うんですか？まあ、ジャンル問わずいろいろ歌いますね、最近から、まあ、ちょっと、一曲歌ってもらっていいですか、今？KinKiKids の愛の塊。ああ、じゃあちょっと、知ってます。ああ、知ってます、はい、田中さんも世代なんで。はい、あ、どうですか？思い切り抱きつて With me ガラスの少年時代の思い出って言って。吉田さんのキャラこういうの分かってますね。そういうのね、分かんないですか？大丈夫です。田中より歯の数少ないやん。僕ら の、うん、コメントするファンの人いるじゃないですか、はい、嫌いな人います？いや、全然なんかそう見てて、はい、リスナーさん、はい、なんか結構すごいなんかいいコメントばっかり。でも田中さん優しいキャラで、吉田さんは最初お会いする前、うん、本当はどうしよう、怖い人だったらどうしようかなと思ったんですけど、でも見た感じ、お前の方が怖いけどな。まあ、見た目だけで言うとね、気に失うぐらいまで長い人はややこしやっちゃうな。まあ、はい、お互い様のもんなんで。ちなみに吉田か田中推しどっちですか？あ、歯が。ああ、俺ですか？まあ、強いて言うなら、強いて言うなら、はい、答え的に両方ってのもいいですか？そう、ダメ、どっちか。もうこれは2人とも死にかけてて、2人とも好きなの分かるんですけど。助けるの、はい、もし死にかけてて、まあ、こうやって両方手を押さえたら、はい、田中さん一生懸命逃げるんですけど、吉田さんちょっと力あのきついからちょっと離すかなって。田中惜しいってことだ。そういうことですね。コンビニあんのこの辺。うん、この辺コンビニ？なんか帰り、もう帰れ。すぐそこ。こうだろう、昨日、うんうん、ゴキブリ出て。ゴキブリ出たんや。そう。ほんで、もうなんか、かわいそうかな思うて、殺さんと逃がしたんや。うんうん、めちゃめちゃ優しい。そら、次の日お菓子持ってきたわ。いや、お前それ、寝起きでうわーって伸びしたら、足つったって言ってるおじいちゃん、昨日全く同じこと言ってたで。するの恩返しやんとかで行けたんじゃん。めっちゃわかりやすいようにやったのに、こんなことすんのや。ちょっと熱測るわ。うん、熱測り。しんどい。マイナス5度や。え、まあ、それ雪山に裸でいいのと全く。Wow, wonderful, beautiful.Wonderful, beautiful. Okay. Five. Go. You go. Okay.